ホノルル妙法寺にやってきました。次回のゲストはもうお分かりですね。こちら妙法寺の住職様でございます。では行ってみましょう。こちらのね本堂だそうで、命に合唱。じゃあこちらの本堂ご自由にお参りください。ですよ。わあ、すごい。わあ。これは一応、ね、妙法寺の、はい、あの御法前でございます。おお、すごいゴージャスですね。このトップにありますのが、はい、オブシャルトも、いましてですね。うん、お釈迦様の、うん、ご遺骨でございます。おーい、2500年前に、今日はちょうど12月8日の、うん、今日は浄土絵ですから、うん、悟りをインドで開かれたお釈迦様の、うん、まあ、たくさんね、ご遺骨はあのご不死者として世界各地に分かれているんですけれども、はいはいはい、このご不死者はですね、インドのネル首相からハワイに伝わってきたもんです。無事に行った芸家というお商人さんをあの、ね、うん、がこのホノルルにもたらしてくださって、ね、ありがたくこちらで、はい、お守りさせている。全体は、まあ、日蓮宗のスタイルの、うん、はい、あ、これが日蓮宗のスタイルなんですね。はい、ご本尊とお曼荼羅がありましてね、うん、で、釈迦様と多宝様、法華経の世界を表して、で真ん中の白いね、コットンをはいはい、はい、かけていらっしゃるのが日蓮聖院です。ああ、はい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 、お寺 の、 あ、このファウンダーというか、うん、主祖様です、ね、はいはいはい、そういう形でございます。ああ、ありがとうございます。はい、ニューヨークリングラジオ。それでは来週のゲストはじゃじゃん、こちらの妙法寺ホノルルの住職様、山村住職でございます。お世話になります。お願いします。ではインタビュー楽しみにしててください。どうも。